いい感じのジャーキーになってくるんです。はい、手で触った時にしっとり感よりはパサッと感というんですかね。どうもーです。ちょっとこれやめようよもうあ、すいません、料理のお兄さんリュウジです。はい、冒頭からお見苦しいところを見せさせていただいて、はい、まあ、今回ね、ちょっとね、お酒もね、いい感じに入ってきたということでですね、さらにお酒を加速しようと思いまして、おつまみを作っていきたいと思います。フライパン料理がすごい続いたんで、今回はレンジでめちゃめちゃ簡単にできて、めちゃめちゃね、もうハイボールね、ギャンギャン飲めるというね、そんなですね、すごく美味しいおつまみ、これをですね、ちょっとやっていきたいなっていうふうに思います。はい、ということでですね、やっていきたいと思います。まずですね、サラダチキンを用意してください。まあ、こっちはスーパーで買ったやつで、これはファミマで買ったやつなんですけども、一つずつやります。言っちゃいますけども、サラダチキンジャーキーを作っています。で、僕のサラダチキンジャーキーって味が 2種類あるので2種類作っていきたいんですけども、こっちは、赤のチキンジャーキー、こっちは黒のチキンジャーキーっていうのを作っていきます。はい、どっちかでも全然平気です。はい、黒はブラックペッパーで、赤は七味、はい、こちらを使ってやっていきたいと思います。まず至高のハイボールを作っていきたいと思います。はい、氷を、いっぱい入れてください。で、ここにですね、角ですね。はい、でこれね、お好みの量です。自分が一番美味しいと思う量を入れてください。銀の、グラスになると、中身が見えないので気をつけてください。入れすぎになっちゃうんでね、グラスの半分ぐらいまでウイスキーあるんですけど、まあこれはいいや、とりあえず。いやー、もうこの一杯のために仕事を頑張ってるって思ってもいいぐらいですね。でまずですね、サラダチキンをね、剥いていきます。サラダチキンをね、いい感じでね、いい感じで、こういい感じで、裂いていきます。なんかね、ジャーキーにした時にうまそうな感じに裂いてください。大きめに裂くと、結構チキンの食感が出てですね、細かめに裂くと結構ね、そのジャーキーっぽくなるんですよね。お好みで調整していただいていいんですけど、僕は細かく裂いた方が乾き物っぽくなるんでね、すごくね、好きな感じになりますね。はい、でこんな感じでね、裂き終わりましたら、ここにですね、はい、こんぐらいですね、小さじ1ですね、で、あえてください。こんな感じで、じゃあ次黒いきましょう。黒もね、同じ感じでですね、3個パックとかになってる、サラダチキンもあるんですけど、あれだとね、あんまりね、こんな感じでね、いい感じで裂けないので、使わない方がいいと思います。トップバリューのサラダチキンめちゃめちゃいいです。はい、結構ね、いい感じに裂けるんですよ。こうやってね、鶏の繊維がね、残ってるの、すごくこれがうまいんですよ。これがこれも小さじ1ぐらい、こんな感じでね、結構ね、黒胡椒はね、がっつり効かせた方がね、お酒に合いますんでね。はい、こんな感じですね。できるだけね、こんな感じで広げてくださいね、こうやってね。はい、こんな感じで、並べてください。あんまりね、重なっちゃうと、うまく水分が抜けないので、なるべくこんな感じで広げてください。はい、こんな感じですね。はい、これで、レンジにかけていきますね。この状態で、ラップしないでください。ラップはしなくていい。この状態で、まず3分チンします。繰り返していくんです。表面はね、結構ね、パサッと、なりましたんで、全部ね、返していただいて、で、もう3分ですね。はい、いい感じのジャーキーになってくるんです。はい、手で触った時にしっとり感よりはパサッと感というんですかね、ジャーキー感がね、出てくるんですね。こうなったらもうね、こっちのもんですから、同じように作っていきます。繰り返して、こんな感じで混ぜ混ぜして、裏もでひっくり返して、もう3分盛り付けていきますね。こんな感じで、で、マヨ赤と黒のチキンジャーキーの完成でございます。はい、それではですね、できましたので早速食べていきたいと思います。期待感が高まりますね。まずね、赤の方から水分が抜けて、なんかすごくおつまみ感、乾き物感がすごくなってますね。こんな感じで食べていきたいと思います。うん、これはめちゃめちゃうまい。酒だけのために作られたものですね、これね。僕ね、この間も撮影でこれ作ったんですけど、うまいよね、これね。サラダチキンってそもそもすごく味がするもんなんですけども、水分を抜かしてるんですよね。だからちょっとこう簡易的な乾燥してるんですよ、これって。なのでうまみがギュッと絞られるんですね。じゃあ黒の方もいただきます。あ、黒いいな、すっごいうまい、うまっ、これはうまい。
これはうまい、うん、すっごい低糖質なんですよ。ヘルシーなおつまみなんですよ。マヨも添えたので、これマヨね、ちょっとね罪悪感増すんですけど、マヨこれですよ。うまい、ずっと飲める。パーティーメニューとしてもすごい優秀だと思います。これ1個ね、サラダチキン2つ買ってこの1皿作るだけで相当持ちます。これ注意しなきゃいけないのは、すぐみんなつまんでなくなりますよ。これ非常にいいレシピだと思いますね。ブラックペッパーと七味でやったんですけども、なんかお好みのバジルだとかどうもすごく美味しいと思いますし、カレー粉とかねまぶしてもすごく美味しいんじゃないのかなっていう、カレー風味のジャーキーになるんで、いろいろねアレンジしがいのあるレシピだと思います。なんなら僕のつまみのレシピの中で結構トップ10ぐらい入ると思います。これこのチャンネルを酒のつまみ目当てに見てる人たちには絶対おすすめですね。低糖質のなんかスナック感覚で食べてほしいですね。もう止まらん毎日お前でということで、皆さんぜひこちらね、コンビニとかスーパーとかでサラダチキンを買ってきて混ぜて裂いて混ぜてレンチンするだけでこんなに美味しいおつまみが作れますので、ぜひですねやっていっていただきたいなっていうふうに思います。ありがとうございます。今回の料理またはですね、僕の飲みっぷりがいいなと思った方はですね、ぜひ高評価およびチャンネル登録をよろしくお願いいたします。